ロンゴリア、ロンゴ。今回は、現在、2023年11月10日金曜日、23時10分ぐらいです。皆さん、こんばんは。今回は、女王杯、エリザベス女王杯の予想を行っていきます。エリザベス女王杯の予想を行っていきます。今週は結構僕の中で決め打ちをしてます。今回はエリザベス女王杯、3連単12点勝負。エリザベス女王杯3連単12点勝負。前頭評価も乗っけてます。今回はエリザベス女王杯3連単12点勝負、開名発表と前頭評価の予想を行っていきます。では、移ります。この下の画面に枠順、評価と、印を発表します。まず、一枠一番、プレディンベイル、丸、対抗評価です。これは何でかというと、間隔が空けてるので対抗にしました。僕の的には結構3着以内に来るやろうなーっていう感じです。結構評価高いです。ルベールジョッキーが乗るも高評価です。202番、ルージュ・エヴァユー。これ三角評価です。結構、若干中華な的な存在ですけど、評価高いですね。結構松山ジョッキー、この京都のレースコースは結構相性がいいんで抑えてます。で、次は203番、ハーパー。秋華賞の疲れが残ってるんで結構人気が落ちますね。現在5番人気。で、買うかどうかわからないですけど、結構難しいですね。距離があれなんで、軸にするのは結構危険度高いと思ってます。次、3枠4番、ローゼライト。これは問答無用の決です。来る要素がないと僕は思ってます。でも3着以内入ったらごめんなさい。次、3枠5番、伊豆城の奇跡。僕の中で本命丸を生ます。僕の中で大穴、僕の本命じゃなくて大穴の馬です。結構大穴来るとしたらこの馬ですね。結構長距離でも結構好成績を収めてるんで、これは抑えてます。次、4枠6番、ディビーナ。この馬ね、ディビーナ。ディビーナは、結構、消します。4番、予想オッズで、現在のオッズで4番人気なんですけど、消してます。なんでかというと、左回りしか走ってないんで、消してます。次、4枠ダーマ、ジェラルディーナ、二重丸、本命です。大本命。今回、この馬、一着の買い目しか入りません。最後に、動画の最後に買い目発表あるんですけど、この馬の7番の一着固定しか買いません。結構、今年はいい成績ですね。高田付けは結構、3着に絡んでないですけど、結構好走してるんで、この牝馬限定戦なら、牝馬限定戦なら買いだと思ってます。5枠8番、新緑化。これ結構早熟難馬なんで、問答無用の決勝です。次のアートハウスに移ります。次、5枠9番、アートハウス。この馬ね、結構能力高いんですけど、距離がマイナーなんで、このレースは長いです。1600メートルのレースなら買いたいですね。次、6枠10番、ククナ。もう、落ち目なんで来る要素は僕はないと思ってます。消し。はい、3着に入ったらごめんなさい。6枠11番、ライラック。三角。このレースは、結構ね、リピーターが来るんで、このレースはリピーターが来るんで抑えときましょう。次、7枠12番、ゴールドエクリプス。この馬、抑えます。三角。
11番人気なんですけど、抑えてます。なんでかというと、これはね、結構前走暴走するんですけど、ジョッキーの騎乗ミスなんで、ワンチャン3着以内に来る可能性は高いと思ってます。713番、サリエダ。これね、まあ、僕の考えですけど、マーカンのジョッキーが乗ります。マーカンのジョッキー。これ、まあ G1、マーカンのに G1 乗っけるために、記念出走みたいな形なんで、現在3番人気やと思うんですけど、来る要素は僕はないと思ってます。僕の考えでなんで、まあ、皆さん参考にしてください。で、8枠14番、マリア・エレーナ。これ、決死評価。まあ、ミイラ構成はもう人気しても G1 来ないと思ってるんで、決死で大丈夫と僕は思ってます。決死です。え、8枠15番、ビッグリボン。三角です。これ結構長距離で結構構想するんで抑えてます。こんな感じですね。もう、まあ予想としてはこんな感じです。で、最後に、三連単、今回12点勝負するんですけど、改名発表を行ってきます。ここら辺に。サネータの買い目は、ここら辺に出していきます。ここら辺に。ここら辺に出していきますよ。口頭でも言ってくんで、よかったら聞いてください。サネータン、713300円。サネータン、7111300円。サネータン、7123300円。サネタン7112300円。サネタン7115300円。サネタン7153300円。サネタン7313300円。サネタン7111300円。サネタン7213300円。サネタン7121300円。サネタン7151300円。サネタン751300円。このエリザベス女王杯2023は合計3600円勝負です。レース後結果発表もレース後結果発表をレース後へレース後も結果発表を行っていくので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。あ、すいません、最後噛んでしまった、すいません。よかったらチャンネル登録を、まあ、よろしくお願いします。では、さよなら。神々ですね。神々ですね。